でもでも好きな方はねやっぱりそれが泡があった方がいいっていうのがあると思いますけどね、うんうん、ちょっとこうねヒゲみたいになっちゃうみたいな、あ、ね、うん、それが好きって方もいらっしゃいますよ。ヤンボーさんが絶対に喜んでいるはずがないって、それは単なる、そうすると単なるあのナンパしてるおっさんじゃないですか、酔っ払いの。ね、そこまではね、もう最近王子ね、うん、声かけないですけどね。うん、うん、ナンパしてるおっさんですか。ナンパしてるおっさんじゃん、そんなの。まあ、厄介ってことですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうメールあります？はい、メールありますよ。はい、お願いします。はい、こちらはですね、旧名古屋の皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。岐阜のキュウリのバーバーです。ありがとうございます。私は塩辛いのがとても苦手で、料理もだいたい薄味なんです。我が家では漬物も食べないんです。おー、うん、なんでうちの、なのでうちの夫も薄味に慣れてしまって、旅行とかで食事を辛く感じることが多くて、特に金沢では塩辛く感じるらしいんです。お、そうなんですか。多分うちの薄味が変かもしれませんが、高血圧の方とかは特に塩分控えめは大切ですよね。皆さんは塩辛い食べ物は平気ですか、ということでございます。まあ、王子平気ですね、うん、だけど本当にね、この高血圧とかね、やっぱりそんな気をつけないと本当ですよね、うん、いけないんですけどね。でもね、王子はだいたい濃い味好みですからね。そうなんですよね。高本さんが昔コンビニのお弁当って塩分型でしたねって。そうですね、うん、はそうですね。本当なかなかやっぱりその今ほど保存技術が発達してない時っていうのは、うん、割とこう味を濃いめにして塩辛とか 甘さももちろんして腐敗を防止するためにやってます、うん、脂っこいものも多くなかったですか昔。多いです、多かったですね。だからカロリー、ね、高いって言ってましたもんね。カロリーでは高いです、高い、うん、いや今でも高いです。やっぱ今でも高いんだ。ただ、うん、だいぶそのね工夫されてますよね、いろいろ健康志向っていうかね、そう、各コンビニ、ね、うんうんうん、なんかでもね、独自の、ね、お弁当作ってますもんね。うん、ね、いろいろありますよね今ね、バリエーションもね多くなって。そうあるんですよ、うん、ね、まあ、そういう時だから王子いつも焼きそば食べてるんですけど、ね、うん、いろいろバリエーションがありながら焼きそばを食べてることが多いですね。コンビニ社労士のヤスさんがね、コンビニのお弁当は以前 pH 調整剤というのを使っていて、その苦味を調整するために塩分多めでしたねって。ああ、なるほど。おー、あー、うんうん、そうああ、そう pH 調整剤でもちょっと独特の味がしたのがあんまり好きじゃなかったんですよ昔、うんうんうん、そのコンビニのお弁当ってなんとなくなんて言うんだろう、ちょっと癖がある感じがして、うんうんうん、まあ今これを見て思ったんですけど、もしかしたらその pH 調整剤を感じてたのかなと思って、うん、今自分が、うんうんうん、だから昔あまり好きじゃなかったの。この pH 調整剤っていうのはこの保存的なものに関わるような、あれ保存って、まあ、品質安定みたいなところですかね。はい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 、まあまあ多分防腐剤の役割的なものもあったとは思うんですけど、あとあれですな、うん、セルロースもそうですよ。セルロース、うん、なんかしっとり感を出すとか。おう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 、うん、要は繊維ですよね、セルロースっていうのは、うんうん、しっとり感も、うんうん、最近セルロースよくかかってますよね、うんうん、入れてますよね。あ、そうなんですね、うん、なるほど。はいはい、はい、あ、じゃあどうしましょう、うん、メール、うん、はい、どうぞいいですか。はい、どうぞ。はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、滑り王子マスクマンさん、こんばん名古屋。名古屋。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージテーマ、白ではなく塩、うん、塩を使った料理はたくさんありますね。塩おにぎり、塩昆布、塩チンスコーなど塩味の効いた食べ物がありますね。僕の好みは塩味の効いたゆで卵、塩おにぎり、それから塩昆布です、ということで。あ、うん、そう、うん、全部塩分高めですね。塩分高めですけど、でもシン
ブルなものに塩がちょっと入ってるのってその素材の味がね生かされてていいんですよね。そうそう、塩おにぎりもやっぱりご飯が美味しいと塩をシンプルに塩だけのおにぎりってすごい美味しく感じるんですよ、ね、お米の美味しさが引き渡すというかね。そうなんですね。そうか、あ、塩昆布最近食べてないな。あのね、王子ね、すぐね、塩おにぎりって聞くと、これね、ちょっと変な話なんですけど、自分のね、手のこう塩分っていうの、こう汗じゃないですけど、手汗？なんか手汗？何がいい？手汗？そうそう、手汗でなんか自分の味がつくんじゃないかなってね、なんかねいつもね、なんかね、そう思ってしまうんですよね、これで塩かけなくてもちょうどいいのかなって思っちゃうぐらい。やだ、どんなに塩どんだけ塩出してるの手から。え、でも汗出ますよね、まあ、手ちゃんと洗ってもね、そんなない気持ち。おにぎりの塩分を呼吸するほど塩出ますか。なんかね、王子そう思っちゃうんだよね。まあ、私自分ですよ。もう、終わりです、ね、そういうプロの方とかね、販売されてる方のお話じゃなくて、自分の、ね、感覚でいくとね、なんか王子自分自身の塩でなんか食べちゃってるのかなみたいな。もう終わりです。高本さんが遠慮しますって。遠慮だよね。終わりです。遠慮の縁が塩なんです。はい、ということで、はい、CM でーす。はーい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。はい、名古屋は栄養コーナーですが、はいはい、本日は告知がいっぱいありますので、はいはいはい、お願いします、はい、順を追ってお話しさせていただければと思います、はいはい、ですまず来週の Q 名古屋は、ちょっと残念なんですけども、残念、はい、Q 名古屋プレゼンツ滑りナイトなんですね。素晴らしい。残念って言いながらプレゼンツなんですね、まあ、そうしないとなんだか矛盾、
まあ、うん、プレゼンツってなってるんですけど、実質はあのジャックされるようなもんですけど、ジャックされる、そう、ジャックされるんですよね、はい、行って、うん、まあ、今までですと30分まるまるやってましたけど、うんうん、はい、旧名古屋が1時間になったということで、この滑りないとも1時間なんです。大丈夫ですかね。いや本当、今までは30分でなんとか我慢できたんですけど、我慢ですね。それは我々もそうですし、リスナーの皆さんもそうですけども、そう、今までは30分だからなんとか耐えられたと思うんですよ、皆さんも、はいはい。ただ1時間になると、1時間ですからね、どうなる、どうなるかっていうことで、で、今回ですね、その1時間になった滑りナイトにやりたいっていうふうに手を挙げた方がいらっしゃるんです。ねえ、はい、素晴らしい。というよりですね、私たち懇願されました。はい、お願いなんですね、お願いだからということで、はい、それがリスナーさんでもあり、ハンバーガーショップの、はい、あの店主でもあります、はい、キャラメルジャーキーさん、いいですね、キャラメルジャーキーさんにも何度も言ったんですよ、そうそうそう、本当にいいんですかということ、で、実はちょっとこの昨日ですね、念のため確認したんです、確認したんですね、念のため確認したんです、忘れてる可能性あるなとは思ってたんですよ、あるかなと思ったんですけど、きっちり覚えてられまして、よかった、来週に向けて、トレーニングしてる？そうなんですよ。でむしろですね、Q シートを要求されましたのでおお、すごい、はい、はい、一応 Q シートですね、はい、Q シート先ほどこれだけど、あれですよね、通常の番組の Q シートとは違うタイプの Q シートなんですね、まあ、違うんですけども、まあはっきり言いますと、全部滑りナイトなんですよね、前後だけは決まってますけども、真ん中とあとスポンサーさんのね、CM だけは決まってて、あと中身みんな滑りないと滑りないとってなってるだけで、中身はみんなそれなんですけども、一応、まあ、時間をお知らせしなければと思いまして、Q シートはお送りさせていただきました。進撃のめいちゃんがごめんなさい、ツイキャスで、もしかしたら来週の今頃別の台風の影響が出てきてかなり変更になるかもしれないですよねって。あら、そうなんですよ、実は天気予報を見たんですよ、沖縄の、なんか来週の火曜日ですか、火曜日水曜日あたり暴風になってるんですよ、まあ、なんとか、ね、いやだからね、工事がしないといけないですね、キウ名古屋の番組が暴風になるか、それとも FM ギノワ自体が物理的に暴風になるかですね、あ、そうですか。そうするとその滑りナイトが台風と飛びに吹っ飛ぶような、そうそう、いやでもこれはもちろん決まりで、暴風警報が出た場合には、そちらの方 の, あのニュースというか、その暴風というか台風のニュースが優先されますので、もちろん番組はなくなります、というより台風情報になります、あ、まあそうですね、台風情報に、まあ、ただですね、まあそちらはね、もしできない場合はまた方法を考えますけども、配信のみかもしれませんし、またちょっとそれは配信のみか、もう公共の電波に載せられないってことですね、載せられないということで、ね、とっても残念なことでございますね、まあまあでもこれはね自然現象でございますので ね、そうですね、まあ、しょうがないでございますけど、ね、まあ、配信のみになるので、ある程度ね、被害が縮小される、そうかもしれないですね、被害がだって電波に乗せれるような内容じゃないじゃないですか、いやこれはもう本当にね、王子もね楽しみにしてますからね、素晴らしいね、お話がね、キャラメルジャーキーさんとできると思いますので、まあ、いろいろね、まあそのハンバーガーについてたやつもね、ね、王子独自のね、提案をしたりですね、まあ、いろいろね、ちょっとね、考えてますので、まあ、これが一つ目の、ことですね、でですね、二つ目なんですけども、すいません、もうお気づきな方がいるかもしれないです、発表します、はい、はい、あれこれ、あの、大間さんが走るの、なんだなんだなんだ、G1 レースか、8月8日、はい、8日、はい、
王子の誕生日。そうでございます。王子の誕生日なんですね。そうでございます。残念なことに王子の誕生日なんですけども、そうなんだよね、はい、その王子の誕生日に合わせたわけではないんですけども、はい、旧名古屋、はい、放送開始200回なんです。素晴らしいですね。こんな記念がございますか。すごい、おめでたいことが2つですよ。はい、まあ、王子の誕生日に200回、まあ 誕生日は、うん、まあ、誕生日はまあどちらでもいいんですけれども、どちらも、はい、8月4日ですね、一応200回なんですね、うん、で200回に合わせてですね、うん、一応ですね、我々から見るとビッグな、ビッグ、うん、電話ゲストを、はい、うん、お願いしております、うん、でまあ、その方ですけども、ちょっと今名前は申し上げられないんですけども、うん、沖縄で大抵の方はご存知だと思います。え、そんな有名な方は、沖縄県民です。県民、全県民ですね、うんうん、の大抵の方はご存知です。大抵って言い方ですので、うんうんうん、っていう方が、うん、一応オファーをさせていただいております、かなり有名な方ということでございますね、うん、まあ有名ですね、うんうん、いろいろ有名ですね、あの方は、うん、なるほど、はい、まあどういうトークをされるか、そしてこの滑り王子とどう絡むかっていうところがすごくね、うん、聞きどころがあるんではないかなという方になります、うん、はい、はい、うん、8月8日、うん、滑りナイトの翌週ですけども、うん、旧名古屋放送開始200回記念、はい、スペシャルということで、うん、いいですね、スペシャルが続いてね、はい、お祝い事もね、すごいですね、はい、なんですかね、この偶然ね、この偶然何かなと思うんですけど、ね、まあ、これもね、これがですね、うん、2つ目のご案内ですね、うん、で3つ目なんですけども、3つ目まだありますよ、はい、はい、ちょうどですね、今あのツイキャスでも今参加されていますヤスさん、はい、毎週、うん、FM ギノワで毎週金曜日21時から放送中の番組、うんうん、ウィークリーコンビニラジオ、うん、はい、我々電話ゲスト、あ、じゃなくてですね、うん、ズームでしたね、うん、ズームのゲスト、はい、ズームのゲストとしてお邪魔いたします、うん、はい、ちゃんと王子も、ズームで出ますのでね、で、うん、出るの出るの、それは王子渡しないと、ただまあね、安田の番組でね、まあ、まあ初めての試みかと思いますけど、はい、もうどっちら勝っちゃってね、本当にあの番組の内容が違うっていう、ね、前回もあったんですね、うん、あの出演の時、うん、あ、はい、まあ、ひどかったですよ、ヤス、うん、さんの番組、うん、まあ、かなりね、うん、こう業界的に、うん、お堅い仕事をやられてる方、うん、結構そうなんですよ、まあ、そうですね、うん、そうですよ、高貴な方が出演されてる、高貴な方、うん、そうです、はい、高貴な方が出演されてるんですよ、はい、うん、その番組にこの男ですよ。大丈夫かな。だからさ、リスナーさんもそれなりの方が聞いてらっしゃるわけですよ。やっぱり、はい、ね、硬さの中にもこう柔らかさが必要かなと思いましてね。そういう感じを出してですね、うんうん、皆様に、ね、お届けしたいなと思いますけども、はい、うん、お堅い方でも結構ね、こう柔らかい話ね、大好きな方いらっしゃいますんで。はい。うん。うん。うん、だからね、まあそれは確かにそうですね、うん、どこまで爆発するかはちょっと、うん、当日爆発しないでね、お楽しみにしてください。8月11日を予定しておりまして、この日海の日なんですよ ね、 ね、はい、海の日でね、深い暗闇の海にはまるかもしれない爆発というか、なんか自爆しないでね、自爆と、 いう、まあ、ということでですね、はい、はい、以上、はい、旧名古屋の告知、はい、もりもりでお送りさせていただきました、はい、名古屋は栄養コーナーでした、はい、旧名古屋。失礼いたしました。海の日ではなかったし、山の日ですね。大変だ、ね、もう本当にですね、うん、滑落しないようにしたいですね、うん、危ない、はい、
もうやっぱりこれまた今日も反省会事項が、はい、失礼しました。ねえ、あのヤンボーさんがめちゃくちゃになるよ、はい、大丈夫さやかさんの番組って。いや全然大丈夫ですよ、うん、あのちゃんとしたことを喋りますんで、ちゃんとしたこと、うん、だけど途中から王子あの喋ってることが自分でもわからなくなって、はい、もうあの爆発してんだなみたいなね、爆発、うん、ねえ、もう地雷みたいなもんですよね、うん、どっかで踏んじゃったらね、もう爆発してるっていうね。あのひふみさんが直樹屋さんですかって。あ、直樹屋さんではありません。あの直樹屋さんはあれですね、ひふみさんがお休みの時にね、はい、うん、台座で、そうですね。はい、困った時の直樹屋さんです、うん、そうですそうです、ね、うん、はい、あとねメール来てますので、はい、お願いします、ご紹介します。ラジオネーム進撃のめいちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。マスクマン、それを四十肩と言ったらダメよ。マッサージ師の父に聞いたらただの筋肉痛、四十肩は筋肉痛より絶対きついからと言ってました。あのね、でも一応ね病院に行ってですね、うん、その筋肉痛というよりかね、この関節と関節の間の筋がね、うん、急に痛くなったんですね。で、まあその体操するという形で、こう先生がね、背中の方から手の上げ方、うん、手の、こう上にしてやると上がらないんですよ。で、手のひらの方にしてやると上がったんですね。で、そうするとこう、まあ典型的な四十肩の、症状が出てるとは言われて、うん、まあ、痛み止めとこうビタミン剤、あともう一つなんかね、3種類、の薬を処方されて、飲んで2日で治りましたね。こんなことあると思って、うん、ね、だから一応その診断では四十肩と言われて、まあレントゲンも取られましたけども、うん、まあ、骨には異常なしということで、うん、ちょっとさっき気になるんですけど、何度も言いますが五十肩ではないんですかとも言います、はい、あれでもなんで四十肩なんでしょう ね何歳でも四十肩って言うじゃないですか。五十肩でいいんじゃないの、まあ、まあ四十五十が、まあ、多いということじゃないですか。ともふみさん、滑りないといつか参加してみたいです。でしょ、だからみんなだからいらっしゃい、その日まで滑りトーク磨きます。いらっしゃいみんな、いらっしゃい。滑り税理士の山中ともふみでしたということです。いいですね、ちゃんと読み仮名も振ってくださいました、うん、そうですね、ね、メールを、ね、いただくときは特に、ね、振り仮名を振っていただかないと読めないってことがありますね。いやでもね、いいの滑り税理士、あのね、めいちゃんまだね、続きがあるんですよ。ごめんごめん、どうぞ、はい、そしてね、テーマの塩、うん、塩で一番好きな塩は、はい、シママース、うん、料理にも欠かせないアイテム、あとは人が亡くなったとき、お通夜や告別式に行って家に入る前に必ず塩で清めてから家の中に入りますね、うん、理由としては悪い霊が取りつかれないために、うん、ではでは滑りナイトで塩をまかれないようにしてくださいね。あ、まあ塩をまきたいところですけど ね、うん、あ、そうなの、はい、ね、だから王子、まあ、でもね、王子だからスタジオに塩をまくわけにはいかないので、うんうん、まあそういう時はカフ下げます。ここから出た時に塩巻いておいたのがいいですね。あ、そうですね、大丈夫大丈夫、自然に王子ね、汗が出てその塩がちゃんと出てるから大丈夫ですよ。やだな、やだなって、もうおにぎり、王子の汗でおにぎり握って塩味っていうのはちょっとね、なんかね、そういうイメージがすごいあるんですよね。ひふみさんが、はい、湾岸直樹屋地雷踏んだってごめんなさい、うんうん、直樹屋さんって言ったからちょっと思い出してしまいました、うん、はい、はい、ね、本当にあれですよ、うん、いや、うん、もう高坊さん台風と同じで迷走しますねって。ああ、もう本当、うん、そこだけです ね、もう本当に、うん、まあそうだよ ね、自分でも どっちに行くかわからないんだもんね、そのトークがね、うん、やっぱり迷走じゃないですか。迷走、それ迷走なんですよ、うん、ね、あ、やっぱりそうなの ね、ね、もう FMJG 新一さんが、うん、ウィンディーで直撃でした、やばい嵐の滑り台とって。ああ、うん、どうなるんですかね、うん、ね、まあ、またこれも、まあ、まあ巡り合わせで ね、はい、うん、ね、どうなるかは巡り合わせで、巡り合わせですよ。あ、そうですね、うん、もう自然には逆らえませんからね。そうなんです、はい、ということで、はい、エンディングです。来週のテーマはフリー。来週のテーマはフリーです。
滑りナイトへの苦情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 わずかな激励などお好きなメッセージをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町クリスチャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。来週はみんな必ず聞いて ね、あの、うん、岐阜の9人のバーバーさんが、うん、こんばんは、暑くて溶けそうですって言って、あ、そう溶けるよ、うん、本当に溶けるからね。来週はどうなることやら。はい、はいはい、もう来週はもうね、本当に必ずみんな聞いてね。閉店ガランガラということで、来週本当にやるの？はい、うん、やりますよ。ねえ、いや本当に、はい、ね、実際嵐になるか、うん、番組が嵐になるか、はい、来週も聞いてください。聞いてください。ありがとうございました。はい。